売上部門第5位 726g 国際紙パルプ商事株式会社殿加藤文です。おめでとうございます。ありがとうございます。この芋 の植え付けおよび収穫、これに参加するとですね、漏れなく入部できるというですねそういうあのローカルルールがありましてですね、まあ最初あの、まあ、今日も来てるメンバー私含め3人で始めたんですが、まあ、そのローカルルールにまんまと騙されてですね、仲間になった今日総勢6名で来させていただきました。まあ、この芋オリンピック初めて参加させていただいたんですけれども、あのこんなにこう皆さんこう芋に情熱かけてらっしゃる方が大勢いらっしゃるんだなというのを初めて知りましてですね、まあ今日いい刺激を受けて帰らせていただきたいと思います。ありがとうございました。第4位 837g 株式会社三ツ矢殿加藤文です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。去年までですね、2年連続で1位を取らせていただいてたんですけれども、今回から基準が変わったということで残念ながら4位というふうに伺っております。ですね、去年から私転職しまして、この会社はですね全く皆さんと違う金属加工業で、五反田の方に工場がございます。で、そんな中屋上の方でまあまあ広い畑なんですけれども作っておりまして、去年から参加しておりまして、去年すごい取れてびっくりしたんですよ。もうなんでこんなに取れるんだっていうぐらい取れまして、で今年もですねやっぱり去年と比べるとなりが悪くてですね、葉っぱは結構あるんですけどなかなか実が掘っても出てこないなと思って、下の方もっと下にあるんじゃないって言って探したんですけど全然出てこなくてですね、あとちょっとこれはもしかしたら関係ないかもしれないんですけど、去年すごいたくさん土に虫がいたんですね。多分カナブンとかなんかの幼虫みたいなんですけど、今年はあまり虫がいなかったのでもしかしたら土美味しくなかったのかなとかちょっといろいろと考えたりしました。はい、また来年ですね引き続き続けると思いますので、次こそは、また1位返り咲きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 921g 大正大学殿加藤文です。おめでとうございます。感じです。はい、いただきます。はい、はい、ありがとうございます。イモジンのプロジェクトにはですね2016年から参加をさせていただいておりまして、でこのイモジンのプロジェクトはきっかけになって建物の屋上でですね、さつまいもだけじゃなくてですねいろんな野菜を作るっていうことが始まりました。来年はですねぜひまた3位ではなくてですね1位を取りたいということで頑張ってやってまいりたいと思いますね。皆さん